誰かに話したら容赦しないから。もし話したら？あんたにレイプされそうになったって言いふらしてやる。私が私であるためには過去を知る人は全部いなくなってもらわないと困るんだよね。なんだ、なら俺もお前の獲物か。場合によってはそうかもね。